こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。シリーズが続いていっている状態です。今まで取り上げた、高校が大宮高校普通科、県立の浦和高校、浦和第一女子で、今日取り上げるのが、市立の浦和高校です。で、平均点のお話ですけれども、去年の平均点、4年度の平均点と、ほぼ変わらずの、点数を予想しています。で、国語は、少し平均点、下がり目、難しくなるんじゃないのかな、数学は少し上がり目、少し優しくなるんじゃないのかな、そんな予想を立てています。で、まあ言ってこいで、平均点は変わらずになるんじゃないのかなというところで、270点ぐらいの、平均点を予想しています。で、今日取り上げる、市立の浦和高校の倍率が、画面を少し動かして、こちらですね、市立の浦和高校で、2.06 倍というところで、人気校になっています。ですので、倍率が高いっていうことは、ちょっと失敗しただけでも、不合格になってしまう可能性が高いということにつながっていきますので、そこはぜひ注意をしてください。で、こちらが私の予想です。平均点が271点ぐらいで、標準偏差が 97.75、 ばらつきですね。ですので、このぐらいの予想で考えたときに内申点が40ぐらいで、414点、このぐらいがまあボーダーになるんじゃないのかなと思っています。で、先ほども言いましたけれども、倍率が高い、人気校っていうことになっていますので、もうこれ以下はお話にならないよねっていうラインがすぐ下まで迫っていますので、1問間違えた、2問失敗しちゃったが、大きな命取りになると思います。で、40を挟んで41から39、このぐらいが受験者層としては一番多いのかな。あとは、もっと上の高校を実は狙っていたんだけれども、例えば大宮あたりを狙っていたんだけれども、43とか42あるんだけれども、ちょっと怖くて、当日の試験、あんまり得意じゃないんだよね、どうしても緊張しちゃって普段の実力がうまいこと出せないんだよねっていうお子さんが下げてくるっていうことも予想されますので、まあこの上位層ですね、42、43あるお子さんでしたら、400点を超えてきて410点を除くような形の点数が取れれば、十分合格が、期待できると思います。で、一番ボリューム層として多そうな40を挟んだ前後ラインのお子さんですと、410点ではちょっと、なんていうんですか、不安が残る、点数になってしまいますので、410点台のできれば後半以上を取るような形で、この平均点ですね、平均点が動いたり、標準偏差が動いたり、ばらつきが動いたり、あるいは倍率がここからさらに高くなるようなことがあると、すぐ下にもうこれ以下はもうダメよっていうラインが迫ってきていますので、そこはぜひ注意をしていただいて、受験校最後の決め手にしてみてください。明日取り上げるのは、もう少しこの表、続けていこうと思いますので、わらびの普通科この辺を取り上げていこうと思っています。ぜひこの機会にチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしたいと思います。さよなら。